岐阜県江那市では9月24日から先月29日までのおよそ1ヶ月間新規感染者はゼロが続いていましたが先月30日から昨日までで15人の感染者が確認されたことを受けて昨日市独自の非常事態宣言が出されました15人の感染者のうち14人は接待を伴う飲食店で発生したクラスターによるものだということです 期間は今月30日までで市は感染対策の徹底を呼びかけるとともに飲食店へは時短営業は要請しないものの一部の店舗には直接訪問の上、対策状況を確認するということです。